こんにちは、ジャズギタリストの宇田です。今日は曲のテーマ、曲のメロディーの覚え方について話したいと思います。で、プロの人ってすごいたくさん曲を覚えてますよね。いきなりリクエストしてもすぐに弾けたり、あと、1年2年弾いてなくてもちゃんと忘れないというか覚えていたり。それ結構不思議に思う人いませんか？自分昔すごい不思議だったんですけど、なんで覚えてるのというか、それって実はその曲の覚え方に秘密があって、秘密ってほどでもないんですけど、まず曲のコード進行を覚えますね。毎度おなじみ枯葉でやると、Cm7Bb で E フラットいって、Am5D7GGm。 これをまずアルファベットで覚えるんじゃなくて、そのキー B フラットのダイアトニックコードで 2Am5、1、4、マイナーの251とか736、この数字で覚えるんですけど、ちょっと今はこの話は割愛します。で、メロディー覚えるときってコード進行と一緒に覚えますね。こういう人いませんか？これって今ここのポジションだけで、もう形だけで覚えてる。ここ行って、ここ行って、ここ行って、こう、形だけで本当に。そうじゃなくて、コードをバッキングするように、コード進行と一緒に覚えるので、そうすると、まずこの C マイナーのマイナー3度、コードトーンですね。で、F に行って、そうすると、F のルートから123ドレミですね。で、 B フラットメジャーのまた3度、メジャー3度で E フラットメジャーに変わったら、次 E フラットから123で A マイナーのマイナー3度で D7 に行って123ルートから123で G マイナーのマイナー3度で、またここから G のルートから、こっちに G があって123 C マイナーの3度やると、覚えると、そのコードに対して規則性がありますよね。初めは G、隠れた G があるんですけど、で Cm の3度で F7 行ったら123の B フラットの3度、 E フラット行って123の Am 3度、 D7 の123。これと覚えると、その忘れないですね。忘れにくい。あと、その形だけで覚えてる人って、あれ、ここだっけ、ここだっけ、ここだっけみたいな、その半音で間違えたりしますよね。コードと一緒に覚えると、半音で間違えることは絶対ないですね。これ弾いちゃうと、C のメジャー3度になるんですけど、頭の中でちゃんと Cm7 っていうコードがあれば、ここ弾くことはまずないので、ここだ。B フラットメジャー、ここじゃないな。っていう具合ですね。で、このコード進行と一緒に覚えて、度数で考える。
なので、コードバッ、頭の中でコードバッキングしてるイメージですね。なのでメロディー弾くときも、どんどんこうやって、バッキングするポジションに下がってきますし。で、この覚え方すると、あともう一個いいことがあって、その転調をできる、転調しやすくなります。ドレミで覚えてるんじゃなくて、ドスで覚えてるので、例えばキーを E フラット、まあ、C マイナーですね。C マイナーで仮譜をやりたいって言われたら、初めのコード進行を、まあ、数字で考えて、初め2、5、1で4度いって、マイナーの2、5、1でしたね。で、初め F マイナーから始まるので、この3度がメロディー。B フラット7いったら B フラットから123で E フラットの3度、 A フラット4度いって123、 G7 の123、 C マイナーの3度で、一瞬で転調もできるようになるので、理解が深まります。結構メロディーをそのコードの度数で分析をすると、規則性があったりして、まあ、Fly Me to the Moon とか、これ今ここまで全部コードの3度ですね。メロディーが A マイナーの3度、これ D マイナーの3度、G7 の3度、C メジャーの3度。で、3度追ってる曲ですね、あれは。まあ B メロは違いますけど。という具合で、まず曲を覚えるときはコード進行をダイアトニックでディグリーネームで覚える。数字で。ちょっとこれについてもまた違う動画で説明したいと思います。で、その次に、そのコードに合わせてメロディーを度数で考えて弾く。覚える。という感じです。参考になれば幸いです。ありがとうございます。